はい、皆さん、こんにちは。スポーツビジネスでございます。はい、今日はですね、11月の17日でございます。先ほどですね、私が運営しておりますクラブ経営サロンが終わったところでございます。サロンメンバーの皆さん、お疲れ様でございました。はい、今日はですね、人数もおそこそこいつもね、多くて活気のある回でございました。今日はですね、まあ、何か、最近は私から何かこうテーマを提案するというよりはですね、 あのーまあ、そのメンバーさんの、まあ、お悩みというか近況もちょっと報告をいただきながらあー、ね、お答えするというような会をしておりますけども、はいうんまあ、その中でですね、まあ、本当皆さんさまざまな、えー、いろんな、ね、動き頑張っておられますけどもお、まあ、あるですね、えーっとそのうん、メンバーさんの方が、うん、の、まあ、お悩みというかですね、えー、今これで合ってるんでしょうかみたいなところでちょっと悩みがあってこれはですね結構あのー 広くクラブ作りたての皆さんとかねちょっと陥るところなんじゃないかなと思ったのでちょっと情報共有しようかなと思って動画を撮っているところでございます、はいまあ、その方はですね、えーとまあ、クラブを設立してまだ1年目かな4月に作るということで、まあ、その前の年からですね えとまあ、計画を立てて、まあ、私のところにこうセミナーとかです、ね、勉強会も受けに来ていただいて、でえーまあ、順調に4月に設立をして、うんでえー、その前かな4月、3月、2月、3月頃ろにね、えーまあ、トトの申請もして、総型スポーツカーの支援と、ねえー、いうところも出しまして、でもう会員が、えー、なので動き4、5、6、7、8、9、10、まあ、大体半年ぐらいで。 えっと今40、50人弱ぐらいって言ったかな、うん、いらっしゃると、うん、いうことで、ト、え、ト、ー、とともお決まって、です諸、ね、説、えー、設説の準備の、ねえー、段階で、えー、補助金ももらったということで、うんでまあ、なおかつ、さらに、まあ、銀行、地元の、ねえー、こういった企業さんから、まあ、その創業資金の借り入れもお行って、ですねおかなり優秀,、うん、優秀、僕が優秀っていうのはおかしいな。 すごく頑張っておられる、ね、方なんだけれども、うんえー、とても本当に順調ですよね。あの最初僕、クラブというか、まあ、そういったサッカースクール事業みたいなのを始めた時なんか、あのずっとしばらく、ね、2人とか3人とか、ね、ずっと公園でポツンと待ってるような状況でしたんで、ね、私がもうちょい20年ぐらい前ですよ、ね、十、えー、そこそこの時ですけどね、まあ、それに比べれば本当かなり優秀だなと、うんえー、思いますけども、やはりね、 まだ20代30な,るならないぐらいだと思うんですけど、うんまあ、やはりね借りでもなんかもしているしい,い,、ね、いろいろこう新しいチャレンジをしていると、まあ、本当に、ね、これでいいんだろうかというような悩みが尽きないと思います、まあ、特に、ねえーまあ、50人ぐらいとか、ね、ちょっとまあ人数増えてきたけれども、まあ、正直それだけで食っていける、うん、というわけでもです、ね、ないようなあ人数だったりもするので、えーまあ、その辺でね、えー、ちょっとまあどういった、うん クラブにしていいここうかみたいなところも、まあ、不安で、えっ、ー、と、やっぱりね、特にお金がないとかね、クラブを最初その立ち上げたばっかりね、えー、時とかもそうですし、結構そのクラブを始める動機が、まあ、自分がスポーツ指導したい、まあ、特にサッカーを助けた、サッカーの指導がしたいとこういうような形で作られる方が多いので、うん、その指導も兼ねるね、えー、指導者も兼ねるということで、なので、まあ、自分の時間が、 スクール事業の,その時間に取られていくんだけれども、うん、やっぱりまあ私はこの動画でもずっと話をさせていただいているようにですね、やはりあの、ままあ、それはそれでしたいこととして将来的にしてもいいんだけれども、まずはやっぱりちゃんとクラブとして、ね、キャッシュフローが回ってちゃんと経営できるためにも、まずはその経営の基盤、クラブの基盤を強化すると、こういうことがまあ非常に大切になってくるわけですね。そこにおいて、やはり指導者をしている時間ね、ね えー、っていうのは、まあ、実はすごくもったいない時間なんですね。まあ入ってくるお金が今のところまあ目に目で限られているので、このお金をね、医、え、療、ー、でどうにかしなきゃいけないとなると、まあコロナ禍から人に対して人権引払うぐらいだったら自分に出してた方がいいよねという形で、ついついそういった生活をし,しがちになっちゃうんだけれども、ねえーまあ、いわゆる、ね、例えば皆さんがコンビニどっかでね、やって、ね、自分で作ったから、 コンビニ作とかずっともうじゃあ店員も自分でしてますとおいうような形ね、えー、もうずっと1日2十時間ずっとね、えー、年中働くってまあ無理じゃないですかねでそれ以外にもし商品の仕入れもあるし経理の計算もあるしね、まあいろいろやることっていっぱいあるんですよねうんでさらに、えー、ねまあ本当だったら人の募集をしたいとか、えー、ね人材の育成をしたいとか、まあ、やることって実は本当にモリモリありますから まあそういった中でやらなきゃいけないことがあるけども、もう日々の業務というかまあ指導に忙しくしちゃっているというような状況なんですね。で、まあ、本当にまあ彼なんかはですね、特にまあクラブを作る前からまあ話をしておりましたけども、やはり将来的な目標というのは自分のクラブ、ね、クラブハウスを作る、ね、クラブの資産を持つということがまあ目標にしておりますので、やはりそこから考えた客さんを、ねえー、していくと。 いうことが非常に大事かなというふうに思います。なので、まあそれどういうことかというと、ですね、まあ、将来的にそのクラブ、自分の施設を持ちましょうとこういうふうになれば、ですねあのやはりまあそれを立てる頭金が必要ですし、いいねまあ借り入れを起こしたと考えた場合にです、ね、返済をしていく月々のキャッシュフローというのが出てきますよね。うんね えー、なので、なのでま、まずはその会員ビジネスということで、しっかり、ね、クラブ会員さんを集めていきましょうということなんですけれども、おねまあ、その前に、まあ、まあその将来、頭の中でこうイメージした、ね、クラブハウス、この、ね、時間割り、その場所とかいろいろありますよね、たフットサルだったらフットサル場をどうやって時間で埋めていくのか、ねえー、オープンしたわけでお客さんが来なかったではやっぱり困りますので、 えー、自分のサッカースクールを例えばそこで開催したら、まあ、その日々の月謝で、えー、返済ができるのか、ねえーまあ、相手、例えば午前中なんかは、ね、高齢者向けの何か運動教室をやるとか、まあ、何でもいいんですよ、何か教室を今から頭の中で入れて、これらから会費収入を経て、で現金で返済もするし、もちろんお指導者の報酬も払っていくしと、うん、いうような感じで、まあ、イメージをするわけですねでそれが成り立つようにね。 今は、えー、しっかり、まあ、お金を貯めつつ、う今はね、えー、地域の公共施設なんかを借りるとは思うんですけど、そのままね、自分の作ったクラブハウスにこう移行できる、ね、教室を、サッカー教室を例えば別の A っていう公共施設でやってたんだけど、そこでじゃあ100人、200人集まりました。ね、で、将来的にはこの現金のキャッシュをね、えー、返済に回っていながら、ね、家、えー、クラブハウスを建てる。ね、でそのまま月曜日の、例えばこの時間は、 このスクールの子たちがポコッとね、埋まって入ってくれれば、えー、返済ができるよと。うん。ね。えい、ー、うような形になるように、まあ本当に頭の中で、こう、小回りをして、それが、その、コまで、ね、どんどん返済していくような、こう、教室を、どん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 、こう、ね、はめ込んでいくと。ういうことがね、えー、まあ非常に大切だと思います。なので、そうなった時に、やっぱり、こう、自分がその、コマを作っていく、ね、時間を埋めていく。 ねえーっていうのが大事なんで多分指導者がすることっていうのはえやっぱり集客指導者ですねクラブ経営者がすることっていうのはやっぱりねえその場所箱を作るということとねえ指導者をねはめるというまあその会場ね仕組みクラブの教室を作るっていうこところとそこにお客さん会員さんを連れてくるというところですよねまあこれが主に仕事なのでえこのえまあ会員さんねの数 人件費、会員さんの数、月謝、引くですね、えーまあ、今で言うと場所の賃料とか人件費の差し引きで金額がここに残りますからね、これがまあ利益になるんですよ。で、これが、後々クラブハウスを建てるための収益としてまあ内部留保していくんだけれども、これを、ね、いくつかこうどん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 作っていくと、積み重ねていくというのがですね、えーまあ、簡単に言うと我々の仕事なんですね。だけどずっとこの1スクールのところの指導者ね、ね えー、そこの指導もちろん指導の中身にこだわることってすごく大事なんだけどもそれを中心になってやるというわけではなくてその根幹になる理念とかですね、えー、クラブの仕組みというところはしっかり考えていただくんだけどもあとはそれを落とし込むのは各専門の、ね、競技の指導者の皆さんにこういったテーマで、えー、やってくれということで、まあ、しっかり落とし込んでいくとういうことがまあ非常に大切ですね。 なので、えー、我々としてはそういったこの教室をこれでどんどん,どん,どんまあ数を増やしていって、ね、で自分が、えー、指導しなくても回っていくという仕組みを、まあ、早めに、まあ、特に立ち上げた時だからこそですね、えー、やっていただきたいというわけなんですね。うん、なので、まあ、やっぱなかなかこう人件費もかかるから、えー、人を雇えませんという方はいますね。まあ、卵が先か鶏が先かじゃないんですけれども、でもね、やはりそういったところにまずはしっかり あのまあ、なんで助成金作りましょうも話もそうだったし、えー、使いましょうもそうだし、借り入れを起こしましょうみたいな話もそうなんだけども、やっぱりちゃんと計画的にお金を作って、で広告も打てて、ねでえー、人も雇える、予算を確保した上えで,、ね、で、しっかりちゃんと事業を回していくとういうことがです、ねえー、非常に大切になってくると思いますので、えーまあ、なかなか人数が集まらないとか、ですねだからずっと指導をしてる、そしたら余計集まってこないですからね。 うん、だって、その集める、人を集めるっていう行為が指導に専念したらできませんから。うん、でずっと現場で一生懸命、いい指導をしてたら人が来てくれるんじゃないかって思ってる経営者さんもね、多いと思うんですけど、あの、ないとは言いません。絶対ないとは言いませんけど、もうめちゃくちゃ茨の道だと思ってください。ね。であなたが指導がいいです。ね。えー、まあ他の人もそうかもしれませんけど、ね。あめちゃくちゃ、ね、あのー、もうお得で、えーね、自分がいい商品だと思ったらですね。 なかなかあんまりこう外に PR ってしないと思うんですよね。なんか自分だけ知っておきたいみたいなこともあるし、もちろんね、広く教えてあげようっていうのもあるんでしょうけど、ね。なんで、その来てる人たちがなんか勝手に宣伝してくれると思ったらですね、えー、まあなかなか、間違いって言ったらあれだけどね、ね、えー、それ期待できないので、ね、そうじゃなくてそれを伝えていく仕事っていうのを我々経営者側がしていかなきゃいけないわけですね。それがまあもちろん自分で営業していくということもそうかもしれませんし、えー、チラシを撒くとか、広告を打つとか、 まあ、そういったところですよね、うん、なので、ずっとだからその人を募集するとか、まあね、体験会を開催する、でそこから、えー、体験させる、ね、指導をさせるうーとか、いろんなことをあなたがチェックしなきゃいけない。経営者の方々が、それが今の募集の仕方合ってるかな、ね、体験の流れは大丈夫かな、入会までの流れはスムーズかなっていうのをチェックしていかなきゃいけないんだけど、ね、全部指導も自分でやってたって言ったら、やっぱ自分の指導、を自分があれダメだったななんていうことをなかなか。 ね、振り返るということもできないと思いますので、そういったのはなるべく、ね、えーまあ、そういったのは、えー、人が、ね、自分の手の離れたところでしていて、それをちゃんと検証できると、うん、いうことがすごく重要ですので、ね、なるべくやはり指導からあ離れながら、ね、まずは結局しっかり回していくう、お金を集める、お客さんを集めるというところであって、ちゃんとこうクラブが回り出すようになって、まあ、将来も余裕があっても、ね、それがどんどん,どんどん仕組み化されてきて余裕があれば、 じゃあやっぱりサッカーの指導をしたいなとかバスケを教えたいな野球を教えたいなはいいと思うんですけど、ね、まだね、えー、もちろんそれができるうー、したいからやったということもあるかもしれませんけどまだまだやはりね、えー、それができる状況じゃないという,ふうに思いますしまあそもそもね頭金がじゃあ、えー、1000万2000万ありますと、ね、そういったマネジメントする人を雇いますというようなことがあれば話は別だと思いますよ。 その人に任せればいいと思うんですけど、そうでなければ、やっぱりまずはそのお金をクラブを経営していく上でのキャッシュフローを回すということがね、まずは経営者の一番大きな役割ですので、まあ、そこから目をそらしちゃいけないということだと思いますので、えー、ぜひ皆さんもね、うんえー、そういったところを意識しながらあ経営していってほしいなというふうに思います。まあ、本当にね、このサロンメンバーの方も、まあ、そういったこと、ま,あ、また、まあね、もちろんもうずっと話をしていることなので、えーあ、そうですよね、ちょっと忘れてましたということで、また、 あの再チャレンジして頑張るということでしたので、えーまあ、まあ彼のことは基本的には心配していないんですけど、ね、すごく優秀だし、一生懸命やっておられる方なので、大丈夫だと思いますけれども、まあ、なかなか、えー、最近、私もです、ね、あまりこういった SNS もそうだし、いい動画も配信してないので、えー、関わらない、な,なんだろう,こう、不特定多数の方々とあまりこう関わらなくなっちゃったんで、えー、こういう、ね、情報を発信するという機会もまあ少なくなってきましたんで。 何かあればまあの、また、あ、メルマガとかでもですね、えー、日々更新してたりしますので、何かまあ質問とかあれば、ネタにして動画更新とかメルマを、メルマガも書いていきたいなというふうに思っておりますので、えー、ぜひまた、ね、皆さんともコミュニケーションを取っていけたらと思います。ということで、えーまあ、ちょっと近況報告がてらですね、えー、めげてませんか皆さんということでお話をしました。はい、ということで、えー、今日は以上にしたいと思います。皆さんありがとうございました。